どうもありがとうございます。ジャスヤという歌を聴いていただきました。まあ、2年ぶりに鈴木が記者でキャンペーンをさせていただくんですけれども、ね、前回お見えになってくださった方のお顔もちらほらと見えていますので、本当に嬉しく思っています。ありがとうございます。ぜひしばらく皆様とちょっとだけお会いしない間に、ちょっと変わったんですね。綺麗になったとかいろいろね、本当にもう正直なことありがとうございます。あはなんて、ね、今ね、知ってくださってた方もいてくださいましたが、ちょっと体重とか肉を削りましてね。もう体重が2年前が人生最大で体重がピークに行ってしまいまして、これはなんとかかんとかしないといけないなということで、まあ、25周年目前に、まあ、ちょっと、ね、痩せなきゃな、頑張ろうということで、ね、先ほど、数字も言ってくださいましたが、15キロ痩せたのです。そうなんです。ね、15キロの肉の塊見るとちょっと恐ろしい気もしますけども。でも2年かけてなので急激ではなかったのでよかったんですが、ちょっとずつちょっとずつ頑張って、なんとかかんとかここまで来ましたので、リバウンドしないように頑張っていきたいなと思ってますが、でもそれだけちょっと今回の歌が気合が入っているということになりますが、でもここまで来るまでの、作品も本当に数々いろんなタイプの歌を歌わせていただいてきました。平成元年のデビューからしばらくの間はこういった女歌ではなく男歌や針歌を歌っておりました。私の師匠が岡千秋先生なんですけれども、まあ、岡先生が沙織は10代のうちは男歌や針歌で頑張って20歳を迎えてから女歌を歌っていくようにしようという、そんな師匠の提案もあっての、男歌や女歌のこう切り替えの時期というものがあったんですけれども、そんな男歌を歌っていた時期でとてもこうスケールの大きな歌というのがデビューしてから3作目にいただいた日暮里酒という歌があります。これはあの高知県の四万十川を舞台とした日暮里酒という歌なんですが、これはこの歌を歌っている当時は NHK ののど自慢でよくこの歌を歌って出場される方がとっても多かった作品なんですね。またあのこの歌を歌って大会で優勝してデビューしましたって言ってくださる方もすごく多くて、私にとっても宝物となる作品が日暮里酒という歌が一曲、そして岡先生が20歳を迎えてから女歌ねって言ってくださってた歌がデビュー5周年で歌っていた雪国恋人形という歌、ご存知ですか？ありがとうございます。この歌を知ってる方はね、綺麗な方が多いっていう歌なんですけどね、本当に、ね、証明していただいてありがとうございます。